死骨は、獅子動物の前肢、後肢の先端部にある、手及び足の指を構成する骨の集合。手の死骨と足の死骨を区別して呼ぶ場合は、足のものを死骨と呼ぶ。欧米圏では、死骨、死骨ともに、古代ヨーロッパの密集人形になぞらえてファランクス、またはそれに近い名称で呼ばれる。骨、中骨、骨の三本で構成される骨の集合で、 動物の手足において指に相当する部分を構成している。手足の中心部分を構成する中手骨、中足骨とは元串骨が接し中節骨、末節骨の順につながっている。それぞれの骨や関節に手指骨がつくものもある。固有の名称を持っていない骨で中手骨などと同様に指の番号をつけて呼ばれる。例えば人の中指の子骨であれば、 根元から順に、第三子季節骨、第三子中節骨、第三子抹節骨となる。霊長類のうち、ヒトチンパンジーなどは、融合の結果、親指の中節骨を手足ともに失い、元節骨と抹節骨との2本のみで構成される。これは、進化により、指を柔軟に曲げて、物を掴む役割が、他の指に比べて薄れたためである。 さらに同様の融合は、人の足の小指において進みつつあり、また足の薬指でも起こっている。なお、日本人は、これらの深度が高い。馬のひずめ内部、明るい灰色が死骨を表している。上からつなぎ骨、肝骨、骨、骨ひずめ骨。馬の指は、第三子のみで、死骨は、第三子の元節骨、中節骨、末節骨及び、筋位種死骨。 遠遺種子骨の種子骨二つによって構成されている。馬の場合、元節骨、中節骨、末節骨それぞれの骨につなぎ骨、肝骨、ひずめ骨の名称が使われ、また、遠遺種子骨は、骨とも呼ばれる。d e f i n i t i o n o f b h a l a n x m e d i c i n e c o m ト骨格の名称、サラブレッド講座。 日本中央競馬会2021年2月1日閲覧ありがとうございます。